外部のメンバー、ボニョンとユジンのペアはアンニョンズと呼ばれています。2人とも才能があり、優しいメンバーで素晴らしい高身長とゴージャスなビジュアルでファンを魅了しています。しかし2人の間には明らかに違う点があり、それが2人の関係をより尊いものにしています。アイブは4世大学で開催された花プレイリストコンサート2023に出演しました。そのパフォーマンス中に美しい花火が打ち上がり、観客を沸かせました。リズを含む何人かのメンバーは花火と舞台効果に驚いた様子を見せながらもプロフェッショナルなパフォーマンスを続けていました。しかしネットユーザーは大画面で驚くウォニョンの表情を微笑ましく感じたようです。ウォニョンが花火の音に驚いて目を閉じ、弱々しく周囲を見回した後、ユジンが満面の笑みで画面に登場しました。明らかに怯えた表情を見せているウォニョンと違い、ユジンは花火が楽しくて仕方がないといった様子で快活に笑っています。大画面に映し出されたあまりにも対照的な2人の表情の違いは瞬く間に話題になり、ネット上に拡散されました。この様子は2人の性格の愛らしい違いが見られた貴重な瞬間となりました。ネットでは次のようなコメントが上がっています。花火に対するアンニョンズの反応の違い、涙、誰か怯えているウォニョンを助けてあげて、アンニョンズ、花火に対する彼女たちの反応が全く違うのがすごく面白いです。ウォニョンが花火にすごく怯えている一方で、ユジンは子犬のように元気にはしゃいでいる。これぞアンニョンズだ。あの時大きな花火が上がっていてとても怖かったので、ウォニョンがあんな顔をしたんです。びっくりしたみたいですね、わら。韓国ネチズンはアンニョンズの表情が違いすぎて可愛いと言っています。アンニョンズはそれぞれの個性があって最高にキュートですね。